8月22日火曜日の全国の天気をお伝えします。では天気図から見ていきましょう。熱帯低気圧から流れ込む湿った空気の影響で、西日本の太平洋側から関東地方では雲が広がり、雨の降る可能性があります。またその他のエリアでも日中は天気の急変に注意が必要です。ではお天気の流れを見ていきます。朝から強い日差しが照りつけるところが多い一方、太平洋側では雲が広がり、紀伊半島南部や関東地方では雨の予想となっています。その他のエリアも昼頃からは大気の状態が不安定となり、ところどころでにわか雨や雷雨の可能性があります。各地天気の急変にはご注意ください。また北海道の太平洋側なども雲が広がり、一部雨のところがありそうです。では気温予想を見ていきましょう。14時頃の予想を見てみると、東北の日本海側や北陸などで赤色の35度以上猛暑日が予想されています。北海道内でも一部危険な暑さとなるところがありそうです。水分や塩分補給はこまめに行い、熱中症対策を万全にお過ごしください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。